読むの？橋萌。遥かのひいおじいちゃんはね、ずっとこの駅の駅長だったの。この駅に汽車が止まらなくなるまでずっと。昔は賑やかだったのよ。私はずっとこの駅で育ちました。私のすべてがこの駅から始まったのです。あの頃はまだこの足もいの駅が活気に満ち溢れていた時代でした。いいからちょっと来て。早く。ちょっとごめんよ。ねえ、この手紙が襟元に入ってたんだよ。捨て子？どうかこの子をよろしくお願いします。こうして私は父と出会い、この駅で育てられることになったのです。私のお母さんに触らないで。あなたのせいでお父さんひどいこと言われてるんだから。どうして、どうして私のせいでお父さんひどいこと言われるの？あなたがいけないのよ。あなたが駅なんかに来るから。おい、お父さん。ずっとお父さんの子供だからな。お父さん。それから6年の月日が流れていきました。私は父と約束した通り、ずっと父のそばで暮らしたのです。ゆうすけさん？ゆうすけ？本当？ゆうすけさんと7年ぶりの再会でした。いい機会だから申し上げておきます。ご存知の通り、日本はドイツ、イタリアと三国同盟を締結しました。日本の最大の弱点は何か？それは経済力。三つ丸炭鉱の足萌所長となって戻ってきた雄介さんは、以前の雄介さんとすっかり人が変わってしまったように見えました。君のことを思っていた。雄介さん。雄介さんと恋に落ちた私ですが、雄介さんのお父さんは祐介さんと去る財閥の令嬢との婚約を望み、私たちの前に立ちはだかりました。このお嬢さんは実は駅長さんの本当のお子さんではない。赤ん坊の時駅の待合室に捨てられた子供だった。まあお気の毒に。私は祐介さんとの恋を断念し、東京へ行き母を探す決心をしたのでした。体に気をつけるんだぞ。出発、おらい。お父さん。